やそうですね、まあ、ダイレクトプレーを使いながらいいテンポでボールを浮かしてゴールに迫るような形っていうのはできてますけれども、はい、やはりさあ今笛が吹かれました。前半の45分がスタートしました。まずボールホープ・ウィリアムが長いボールを前に蹴っていきました。なかなか直接っていうのは難しい距離だと思いますので、何かさあフラッとしたボール戻してセカンドシュートを打っていくがゴールキーパー弾いて完全にどちらかが、ね、握ってるっていう感じではないと思いますけども、はい、どちらかというと町田の方が少し、やりたいことができているのかなという感じはありますよね、はい、これが決まりますと先制大きな1点になります。さあ行きましょう。平戸が狙ってくる。いやわずかに右しっかり蹴り切れたとは思うんですけれども、まあ、枠は捉えきれなかったというところですね。ホープ選手も読むのではなく、まあ、これに慣れてきてどちらがその、ね、あのプレッシャーをかいくぐってできるかというところですね、はい、さあ笛が吹かれて後半の45分がスタートしました。蹴ってしまうんですけれどももちろんチーム戦術としてね、あのそういう高いが中に入っていってそして平戸でしたね、はい、ここ落としたボール入り込むスペースも良かったですしこの高井選手がね、あえて、あの正面にパスを出すことでこのパルユン選手の股抜いてますよね。なるほど。バックパスのあるユンジ選手ね合わせる力山本選手もねスペースに出たり、さあ関戸が中に入れてくるグラウンダーのボール触った上田がここから中に入れてきてまだボールが落ち着かない。シュートを放ってきました。決まった徳本狙っていった決まった先制岡山どうでしたね当たりましたかね。選手ね、逆に動いてましたからね当たってますね。あそうですねリフレクションありましたね、まあ、でも徳本選手がこのシーンではね、はい、中のポジションを取ってセカンドボールに対して、そこを狙ってたというのも素晴らしいですし、まあ、コントロールから利き足のところに、ね、しっかり持っていって最初は枠外れてたとは思うんですけれども、はい、これはタッチです。そしてここで長い笛試合終了。決勝ゴールを挙げたのが徳本1対0。